よっ YouTube どうも直樹です。さて今日もヘアスタイル解説をやっていこうと思います。でですね、今日はですね、はい、彼ですね、クリスティアーノ・ロナウドのヘアスタイルをいくつかやっていこうと思います。まあやっぱり誰もが知ってるスーパースターですけど、髪型も結構いろいろとおしゃれにしてるので、若い頃からねいろいろとやってるので、まあ、いくつか紹介できればなと思うんですけども、まあ、まずこれからなんですけども、もう完全に上だけ残して、周りは3ミリとか5ミリ、6ミリまで長すぎですね。3ミリぐらいでいいと思います。3ミリでがっつり刈り込んで上だけ残してる感じなんですけど、多分ね、黒目の位置でもう上からがっつり刈ってるんですよ。で、刈ってなおかつグッと入ってるでしょ。なのでどちらかに流すでいいんですけど、流す方向と逆のサイドは黒目のこの位置、後ろからこう入ってきて、そこから目頭ぐらいまでの距離をグッと中に回り込んで入れてくださいっていう風にオーダーすると、こういう刈り込みの位置になりやすいと思います。結構、これは結構好き好きなんですけど、もちろんこの目地、黒目の端からの中でまっすぐ行ってもいいんですけど、デザインとしてこう入ってきてもいいっていうような感じだと思います。で、上だけちょっと残して少しオールバックにするような感じで、髪質的に多分クリロナの場合ちょっとくせ毛であってしっとりして量が多いんですよ。だからそういう髪質の人には結構似合いやすいような感じだと思います。日本人だと結構これをやるの直毛の人が結構やりやすかったり、ツンツンしやすかったりするんですけど、こういうペタッとした感じにするんであれば、ちょっとしっとり系の髪型だったりとか、まあ、ジェルでやるにしてもちょっとオールバックでペタッと止める方、もともとこう前に下ろしがちだったりとかする髪質の生え方の人っていうのは、こういうのにするときにこう上にしたときにこうツンツン立っちゃうんですよ。なのでそれを例えばパーマで毛先を丸めるって言っても、根元の方向性が下ろしちゃってると後ろにやっても上がっちゃうので、どっちみち。なのでもともと後ろに行きやすい方の方がこういう髪型になりやすいかなと思います。結構量も多いし、ちょっとくせ毛な人の方が日本人の場合はバランスがよく取れると思います。さっぱりして短くて、でこの時なんかは、まあ、基本的には中の外のね、こっちの刈り上げ部分っていうのは一緒なんですけど、トップの部分というか上の部分ね、長いところにはちょっとメッシュが入ってますよね。全部金髪っていうよりも長さ的にはちょっと長め、僕よりもちょっと長めぐらいかな。で、全体的に茶髪に上の方は染めながらもメッシュをちょこちょこ入れてるような感じで、1枚目の写真っていうのはゴールバックでペタッと止めてますけど、この時はちょっとこう毛先をねツンツンさせるような、ちょっと1枚目より若い時の写真ですかね、ちょっと動きが出せるような感じでツンツンするような感じで、ちょっとしっとりしやすいんで、これは髪の毛の量がやっぱ少なかったりとか細い人っていうよりかは量が多い人の方が似合いやすいです。で、ここをがっつりもう本当に、なんだろう、フェードまでいかないですけど、本当にバリカン3ミリでがっつり短くして、で上だけ残す、極端にこう変えた方がいいですね。日本人だとやっぱりこう鉢の部分とかでこう止めちゃう方がいるんですけど、それをがっつり上まで行く方がクリロナらしくがっつり行きやすい髪型ではありますよね。で、最近インスタとかで載ってきてた、こうな髪が長くなっちゃった時、これ見てもらうとやっぱりこう結んでた時代ももちろんずっとあったと思うんですけど、まあ、ちょっとこううねうねした癖毛なんで、結構これは外人特有のちょっと癖っぽいような感じにもなるんですけど、まあ、男性やるときは、まあ、ちょこちょこパーマかけてもいいと思います。細かくかけてちょっと長めに残してあげる。で、刈り上げの位置は基本的に全部同じなんですけど、多分こう鉢の部分、鉢というかこの黒目の上か位置ぐらいからこう真横に取ってます。全部真横に取って、耳後ろからそのまま真横を後ろに取ってもいいですし、ちょっとそこから少し下がってもいいです。どちらでも全然いいです。日本人の場合はちょっと下げてもいいかなっていう感じです。外人だとグーッといっちゃう人もいるけど、クリロナもちょっと下がってる場合もあるので、後ろの部分は少し下げてあげてもいいかな。ボンドフォームまで下げたら下がりすぎなんで、ちょっとこの位置からちょっと下げるような感じでオーダーしてもらうといいかもしれないですね。で、黒髪でパーマかけて、もう何もつけなくてもいいんですけど、多分これ何もつけてないと思うんですけど、何もつけなくてもこの質感になるっていうのは、やっぱり もともとその乾燥毛っていうよりもちょっとしっとり油分が多い髪質の方がなりやすかったりしやすいので、まあそういう人の方がより繊細にこの髪型というかバランスが生きてくるかなっていう
感じがしますね僕は、うん、これね結んでる時見てもらうとこう上だけこう結んで後ろの部分もこう横からこうやって取ってるんですよ。横から取ってそのまま後ろまでいってるんじゃなくてちょっとこの辺短い毛がペロって出てるじゃないですか。こうなので少しここからやっぱ下げてるんですよ。ちょっと下げて周りはフェードでがっつり切ってますね。もうこの辺はもうバリカンより短いトリマーっていうこうすごい短い、ビューさんがよくこの産毛とか襟足の産毛とか剃るときにこう使ってるような感じのでがっつり切ってもらって上だけ残すような感じですね。甘めにこう何ミリ何ミリってこう少しずつ残していくような感じで、その辺のバランスを取れれば一番いいのかなとは思います僕は。でこの時はこれいつなんだろうね、ちょっと前だと思う、結構前だと思うんですけど、この時結構奇抜な感じですよね。この時はまあ目尻が一番ベースかな、あんまり今みたくがっつりこう黒目の端からいってるのじゃなくて目尻ぐらいからがっつり多分後ろで言うとこう右サイドは右そうだねはこう目尻の上からがっつりいって、耳上から多分この耳後ろを通って来てるんですけど、この逆サイドがねこっから目尻のところから入ってきて耳上を通ってそこから逆サイドのこっちの端に合わせてこう丸く作ってきてもらってるんで結構奇抜は奇抜です。でその間このライン上をちょっとこうラインを入れるような感じで短く切ってもらって差をつけてあげる、結構なんだろう奇抜で、まあ上の長さはちょっと短く切りながらねバランスを取ってもらえばいいんです。まあこの写真見せるのが多分一番いいっちゃいいんだけど、その回り込むこのラインが結構ガタガタだとかっこ悪いので、その辺ちょっと美容さんに言って綺麗に丸く作ってくださいっていう風に言ってあげないとあれですよね。でしかもポイント的にはこの襟足のこのギリギリまでいってないです。ギリギリのちょっと上ぐらいで攻めてるんですよね。まあこれは多分クリルナのその好き好きだったりとかそのビューさんのセンスもあると思うんですけど、あえてここのギリギリまで行かずにちょっと上にポイントを持ってきてそこに向かって刈り上げてるっていうところがポイントなので、多分ちょっと一線を返したというかバランスがちょっと違うような感じにしてるので、その辺のバランス感覚も違うかなと思いますね、まあさっぱりしやすいけどもなかなか日常では難しいヘアスタイルではあると思うんですけど、まあできる人はやってもいいのかなと思います僕は、でこれ多分若い時ですよね。若い時のクリロナこの時はまあ同じの仕方としては刈り上げではないのであれですけど、サイドこのこめかみじゃない目尻の上から鉢を通ってで耳後ろぐらいまでは結構ハサミでもう持てるのもうギリギリで短くしてもらって、でこのトップの部分から襟足にかけてをちょっと長めに残してもらって、襟足をちょっと長めに残すのがポイントですよね。こうちょっと縦長に見せるような感じでキュッと襟足なので、ここの上の部分このトップの部分は長いんだけども、このトップの部分後ろの部分ここは短くしてもらった方がいい。でここ短くして襟足だけちょっと長めに残すのがちょっとポイントかもしれないですね。さっぱりしながら、かといって横とつなげるぐらい短くはないんですよ。そうなのでそこはちょっと美容さんと相談してとかバランスを見てですけど、やっぱりこうトップを、ね、立たせるような感じにして襟足、僕の多分これで襟足が長くてここが短いような感じですけど、まあやっぱりそのまあいつも言ってるようにここが短くて襟足が長いとウルフスタイルっぽくなってちょっと面長に見えやすいので、そういうのがもし嫌な人は襟足まあ短くした方がいいし、横を例えば長くするのはけど、バランス的にはやっぱりこの長さは、まあ、例えば顔ちっちゃかったりとか丸顔だったりとかする人は特にいいですけど、まあ主な側でも別にやりたい人は全然いいんですよ。やってもいいですけど、そういう視覚の効果があるっていうのは一つ覚えておいた方がいいのかなと思うので、まあその辺外人だからいいとかっていうのもありますけど、まあ好き好きやるのは好き好きなので、まあこれ襟足だけで例えば染めたりとかしてちょっとおしゃれにポイントにしてもいいですし、黒髪よりかはまあジェルで仕上げてるので基本的に全部ジェルです。クリロナの場合全部ジェルで仕上げてます。でまあ結構アッシュの暗めを入れてもいいし、まあ変なまあブリーチしてあげても全然日本人だったらいいかなと思うんですけど、まあ基本メッシュ入れたりとかそれぐらいで全然
いいと思います。バランス的にはあんまりやりすぎてなくて、髪型でちょっと変化をつけるっていうのはまあクリロナらしいような感じもするので、まあその辺ちょっと自分の好き好きだったりとか顔の形と合わせてやってもらうといいと思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。